日本の北陸地方に位置する石川県。緑深き森、岩荒う波、この土地では古の時代から自然と人が織りなす日本ならではの文化が育まれてきた。2011年11月14日、この日空港に降り立ったのは世界の料理界が最も注目するシェフたち。彼らが日本にやってきた目的、それはクックイットロー in 石川。参加できるのは選ばれた15人のシェフのみ。トップシェフが世界のある場所に集まり、その土地の食材を使って料理を作る。現代料理界で最も注目されるイベントだ。料理を完成させるまでの3日間、シェフたちは野山を旅し、海辺を巡り、その目と舌で日本の食を確かめた。8ヶ月前の3月11日、日本は東日本大震災という未曾有の自然災害に見舞われた。その日本で食は何を伝えることができるのか。シェフたちは日本への特別な思いを胸に食材と向かい合った。震災からの復興に邁進する日本でのクックイットローに世界が注目していた。日本を代表して参加した成沢義弘。成沢はこの日のため特別な器を用意していた。和紙の器だ。この和紙を生かして彼は驚きの演出をしてみせた。現れたのは柔らかな光。菜種油を染み込ませたごぼうをろうそくとして使った。その灯火に彼は自然への感謝、震災の犠牲者への追悼の祈りを込めた。日本の器は食を表現するために欠かすことのできない大切な要素。特に石川は古くから伝統工芸の栄えた土地。今回の晩餐会のため15組の工芸作家がシェフたち一人一人と意見を交わし、晩餐会のための器を制作した。器はシェフたちに大きなインスピレーションを与えた。晩餐会でひときわ目を引いた料理はフランスのマウロ・コラグレコによる一皿。青い海、浜に打ち上げられたのは光り輝く牡蠣。美しい風景と豊かな里海の恵みを表現した。Je veux que mes enfants ils puissent regarder la planète. J'espère que lui il puisse la voir et ses enfants ils puissent la voir comme nous on a eu la chance de la voir. スウェーデンのマグナス・ニルソン。彼はキノコや苔、石などを頬張の上に並べた。森を散策するような楽しい一皿。旅の中でシェフたちが向かった日本の森、里山。彼らは子供のように食材の宝探しを楽しんだ。
自然の営みに人間が関わることでより豊かな森が育まれる。日本の農村で生まれた里山文化は石川を訪れたシェフたちにとって新しい発見だった。スペインのアルベルト・アドリアは伝説のレストランエルブリを支えたシェフ、料理界で最も影響力のある一人だ。彼が作ったのはナメコのソースを使ったイワシ料理。まるで日本料理を思わせる一皿にアルベルトは日本の食への敬意を込めたという。石川で感じた日本の豊かな自然、歴史の中で育まれてきた食文化、困難な時代だからこそその魅力を忘れないでほしい。シェフたちの一皿一皿は日本人の食への自信と誇りを思い起こさせるものだった。晩餐会最後の一皿は今世界ナンバーワンと言われるデンマークノーマのオーナーシェフレネ・レゼッピ。彼の創作意欲を刺激したのはこの旅で出会った日本酒。石川の地酒をアイスクリームに仕立て、酒粕を使ったソースと米のクラッカーで飾った。石川での旅を集約する一皿となった。 All the things that's happened to Japan lately to somehow try to help a bit and bring back some attention and you know talk positively, so it feels good. Of course. Thank you. 料理の芸術家たちの想像力をかきたてたもの、それは里山と里海に育まれた豊かな食材、料理を彩る伝統工芸の器やその土地に根ざした日本酒だった。石川で脈々と受け継がれてきた人と自然が共生する暮らし、そして日本人のもてなしの心。彼らがこの石川で発見したのはリアルジャパン、本物の日本の姿。